取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインスタが、さあ今回はこちらです。こちらはおととし番組で佐賀市の東岡干潟を取材した映像。秋になると一面が真っ赤に染まり、干潟の風物詩となっていた植物七面草がここ数年ずっと立ち枯れている様子をお伝えしました。原因もわからず突然育たなくなった七面草、それが今年見事また美しい姿を見せてくれました。海の紅葉とも呼ばれる七面草の復活です。そこには市民の関心の高まりが影響したようです。ボランティアさんとですね、一緒にですね、まあ、種まき、それとこの海岸の清掃をですね、やってきました。昨年はですね、まあ、毎日その調査に観察行ってました。新聞とかですね、テレビとかで結構取り上げられる回数がこう多くなってるんで、やっぱりその辺は関心が高くなってるんじゃないのかなと思います。市の職員やボランティアの活動が増えたこともあって、数年ぶりに美しい姿を見せてくれた七面草。しかし原因それはちょっとよくわからないですね。観察することやっぱり継続してやっていくことで徐々に分かってくるとは思うんですけども、今後も持続的な保全活動が必要とされています。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。